るかちょっと気になったからね。怖い、さあ出してくださいよ。味噌汁、あ、これあれだ、めっちゃいいって言ってたから良きでした。とりあえずあったかいものを買ってきた方がいいかなっていうイメージはあっあの体をポカポカさせる、あと食べやすいうどんでしょ。これ水は、水はもうとにかく水飲んでください。これ水大事ですよね。これココア、これはあれなんですよ、なんか、ま、その数おいあのなんでこんな僕の時だけピンポン多いんですかリーダーもうそしてからのね、男の子でナッツ買ってくる子おらんよ。マグネシウムやっけみたいなもんを取ったら生理の時にいいよっていう。お水完璧です。あ、ほんまっす。できればあの常温がいいんですよ、お水って。冷えてたら 体も冷えちゃうから常温が一番いい。めっちゃ勉強になりますね先生。なのであのもし水でダイエットしたい方は常温で飲んでください。そしてお味噌汁がいい理由は何だと思いますか。ごめんなさい、ポカポカするからっていう理由なんですけどポカポカ大豆が入ってるからなんですよ。へぇ、野菜も取れるしお腹の痛みも引くし、栄養も取れるので完璧です。勉強になりまくり私はうどん食べます、生理の時。あのツルツルっていけるから、ちょっとの量でもお腹にたまるじゃないですか、うどんって。私は好きです。もう一個ちっちゃいサイズの方がありがたかったかもね。そしてココア、これ本当に完璧です。これ何回もね、コーヒーとチョコは NG なんですよ。でもココアはいいんですよ。そしてナッツは先ほど言った大豆と同じで、あ、そっか、そこに繋がるってことね。そうです、酸っぱい時はナッツ、甘い時はココアみたいな感じで、えってことは、で、あの今までで一番いいんじゃないですか。付き合いましょう